与ナハマエハマと栗間大橋、栗間島栗間島から見た与ナハマエハマ。左端が宮古島東急リゾとトナハマエハマは沖縄県宮古島市の宮古島にある砂浜、海水浴場である。宮古島の南西の端にある白社の海岸で延長は7キロメートルに及ぶ。地元では単に前浜と呼ばれていたが、近年はビーチを伏して、 前浜ビーチと呼ばれることが多い。平良方言では、前は、前だけでなく、南をも意味する語であり、この海浜は与那覇地区の前方かつ南方にあることから、前浜と名付けられたと考えられている。近年、砂浜の浸食が進んでおり、観光への影響が懸念されている。特に2018年に、相次いで襲来した、台風24号、25号で侵食が急速に、 拡大しており、幅数十メートルにわたって深さ約三メートルの、侵食が進み絶壁が連なるように見える箇所も出ている。対面に、栗間マ島が位置し、砂浜の南東端には、栗間マ島との間を結ぶ栗間マ大橋がかかる。また、そのやや北西側には、かつて架橋前に栗間マ島との間の連絡船が、発着していた前浜港がある。砂浜のほぼ中央には、 宮古島東急リゾートが位置する。また、南東寄りには、無料の駐車場、後遺書、シャワートイレや売店、食堂のミパーマ ESSU カーサがある。この施設は、2016年4月1日から営業を休止していたウィンディマイママをリニューアルして、2017年4月2日にプレオープン、4月28日にグランドオープンしたもので、軽食、飲み物、 バーベキュー等を提供するとともに、特産品も販売している。シーズン中は、クラゲ防止ネットが貼られ、監視委員が常駐する。夏季には、業者がレジャー用品のレンタル等の営業を行っているが、2019年4月からは、条例による許認可制度が導入され、ライフセーバーの配置等の条件を満たした事業所のみに、活動範囲を仕切って営業が認可される予定である。 トリップアドバイザーによる2019年の日本のベストビーチトップ10で1位に選ばれた。また、2017年及び2018年には2位、2016年には3位であった。2013年から2015年までは3年連続で第1位に選ばれており、同社による日本のベストビーチ20でも2010年、2011年と2年連続第1位に選ばれていた。 沖縄県では年間利用者数が、おおむね1万人を超える、水浴場に対して、シーズン前及びシーズン中に、水質調査を行っているが、前浜ビーチは2016年のシーズン中の調査で、水質 A と判定されている。毎年4月に開催される全日本トライアスロン、宮古島大会では、この砂浜が、スタート地点となる。宮古島の海開きもこのビーチで行われる。 ありがとうございます。